仮想空間なんだけれども現実の我々が生きている地球を生き写しにしたものがここに再現されている。デジタル化によってビットの世界になった記憶がどんどんどんアップデートされている。過去に起きた出来事と今生きている我々は時間的につながってるんだっていうことを体感できる。始まりました未来の学び場、 MC を務めます高橋和也です。この番組では教育や学びの未来に関するホットなテーマについてゲストとともに探求していきたいと思っています。定期的に公開しますのでぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今回はデジタルアーカイブを軸にお届けいたします。実は私の学部時代の研究もデジタルアーカイブでして、今年は貴重書といいまして本をデジタル化していました。今回はですね、人の記憶をデジタル化する、そういうとても難しいテーマなんですけども、いろいろ伺ってみたいと思います。ということで一つ目のテーマですが、 AI ×人の可能性です。今回ゲストとしてお越しいただいたのは東京大学の渡辺秀則先生です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは渡辺先生の研究テーマとその研究を始めたきっかけについて教えていただけますか。最近取り組んでいるのは、広く言うと情報デザインとデジタルアーカイブっていうふうに僕としてはテーマを据えています。できっかけは、僕はもともと建築学科出身なんですね。でちょうど大学院生の頃に 3D の CAD、コンピューターで建築設計をするソフトが学生でも使えるぐらいの値段で普及し始めたんです。でいじるとものすごく面白かったんですね。だから大学院の途中から今のソニーインタラクティブエンターテイメントですね。当時はソニーコンピューターエンターテイメントという会社でしたけど、そこのプレイステーションのゲームの中に登場する都市とか建築のデザインをするっていう仕事を大学院生と掛け持ちで始めたんです。でそれっきり現実空間の建築には戻ってこれなくなったんです。なるほど。で社会に出てからもその 3D 空間で何ができるかなってことをいろいろ実験してたんです、で2005年になって、皆さんもよくご存知のこのソフトが無料で公開されたんですね、それまでは会費を取ってたソフトが Google が買収して無料になったんです。Google Earth ですよね、でこれを最初に見た時にやっぱり驚愕して、仮想空間なんだけれども現実の我々が生きている地球を生き写しにしたものがここに再現されている、でデジタルアーカイブの仕事として一番最初に世に出したのは、こちらになります。ツバルビジュアライゼーションプロジェクトというもので、これはですね2009年に南太平洋にあるこうすごく標高が低い島なんですよね、で地球温暖化で海面上昇が起きたら、この島のほとんどが水没してしまうっていうのがすごく話題になってます、でここ の島の人たちの顔写真を、全員分撮影するプロジェクトを進めていた写真家の遠藤周一さんと写真展でお会いしたんですね。なるほど。で僕はこんな技術持ってて何かできないかと思ってるっていうふうにお伝えしたら意気投合して、今お見せしているのがこれツバルに住んでいる全員の顔写真が、この島に住んでいる全員の顔ですね、それが島のように浮かんでいる様子です、で一枚一枚クリックしていくとそれぞれの方の写真とあと今何を考えているのかっていうのを見ることができるんですけれど、僕はこのプロジェクト始める前は、やっぱり悲劇の島というか、なんか島の人たちはみんな怯えて暮らしてるに違いないっていうようなこう先入観があったんですよね。でも実際にこの人々の顔を見て書いてることというか話したことを見てみると、例えばこの9歳の男の子は I want to become sailor って書いてます、大きくなったら船乗りになるんだっていう夢を持っていたり、決して一人一人なんか悲劇の国というよりは日本に住んでる我々と同じようにこう夢があったり、こう楽しい日常を過ごしている人たちだっていうのが分かってくるんですよね、なんかマスメディアの報道だとどうしても、こう今にも沈みそうな島の景色が出てきたり、島の人たちがなんか地球の中怖いっていうメッセージを発しているようなシーンばかり出てくるので、
遠く離れ、まあ、実際遠く離れてるんですけど、うん、こう日本の我々とすごく縁遠く感じちゃうんですよ、ね、うんうん、でもこうやってデジタルアースの上に乗せてみると、うん、日本にいる我々と地続きだっていうのがすごくよく感じられるのと、うん、日本に住んでる我々と同じ一般市民で、うん、あの全然遠く離れた、うん、全く関係のない人々ではないんだっていうことが、うん、あのこういうデジタルアーカイブにしてみるとよく伝わってくるわけです、うんうん、で今日のテーマかもしれないですよ、戦争や災害について、はい、まあ、このツバヌプロジェクトもその海面上昇だったり気候変動がテーマになってるんですけど、うん、直接戦争について取り組むきっかけになったのが、はい、この翌年に発表したこの長崎アーカイブというコンテンツ で、はい、うん、でこれまたあの面白くてですね、さっきのツバルを、うん、あの展覧会の会場で見た、うん、長崎の被爆三世の若者たちからメールが届いて、うん、あの長崎の被爆の記憶を、うん、同じシステムを使って、うん、世界に発信できませんかっていうオファーだったんです、うん、で僕すごく驚いて、うん、そのさっきお話ししたようにこうリアルタイムの状況をネットで写し取るっていう発想で始めたものなんですけれど、うんうん、70年近く前の戦争の記録をこういうデジタルアースを使ってこうアーカイブして発信するっていう考えはそれまで僕にはなかったので、うん、そのもらったメールを見て、うん、じゃあすぐに会おうっていうことで意気投合して完成したのがこう長崎アーカイブですね、うん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 、このなんか丸のやつをクリックするとどんな感じになるんですか。これはですね、ま、真ん中に浮かんでるこれは原子爆弾の火の玉ですね、はい、でここが爆心地なんですけれど、はい、お一人お一人はこう原爆の被爆者の方々の体験談が読めるようになっていて、うんうんうん、顔写真が載っているのは原爆投下の時刻にいらした場所ですね、うん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 、でこうやって見るとその、まあ、長崎原爆はいろいろなこうデータがありますよね。例えばこう、はい、何万人が亡くなったとか、うんうん、例えばあのプルトニウム型の原爆で、うん、何キロトンだったっていう、うん、そういう数字がどうしてもこう先走るんですが、うん、こういうお一人お一人の体験が伝わってくるものではないんですよね、うんうんうん、そういうデータっていうのは、うんうん、まあ、あとこの写真だったりさまざまな資料が実は社会のどこかにストックされてるけど、うんうん、僕らはそれをこう紐解く機会がなかなかない。そんなことより今だったらこうコロナの感染者数だったり、うんうん、あのウクライナの戦況だったりっていう方が気になってしまうんですね、うんうんうん、でもこういう貴重な社会のどこかにあるデータをデジタルアースに載せることで、うん、これ遠く離れれば今我々が対談している東京と地続きなわけですよね、うんうん、過去に起きた出来事と今生きている我々はこう時間的につながってるんだっていうことが、うんうん、体感できる。なるほど。これすごい面白い。これ、まあ、例えば原爆が落ちたりすると、まあ、何千万人が亡くなりましたっていう数字は残るんですけど、実際にこういう人たちの何だろう人生とか生活が一緒にして亡くなったっていうのがもうかなりリアルに分かりますよね。そこら辺がすごい面白いなと思うし、まあ、こうちょうどそのこれが先生が発表されたのは2000いくつでしたっけ。これ2010年です、ね、2010年ぐらいか、うん、大体その時からあれですよね、あの拡張 現実とそれオーグメントリアリティが、ね、結構流行ってきたところだと思うんですよね、うん、実は私も文化祭で学校の文化祭でそのオーグメントリアリティを使って、うん、まあ、例えば、まあ、生徒のポスターがあったらそれに iPad をかざすとそこの生徒の発表を見れるとか、まあ、そういうふうな感じでその記憶に実際のなんだろう違うデータを埋め込むっていうのができるようになってきたと思うんで、それともすごいマッチしてるってすごい面白い取り組みだと思うんですけどね。多分大事なのはなんかさっきのお話と重なるんですけど、はい、あのツバルとも似てますね。皆さん、原爆が投下される前は、うん、まあ、普通の人だったから、うんうん、原子爆弾によって被爆者っていうタグがついてしまう、うんうん、でそれは一生取れることもないし、うん、あの生きてる間はこの悲惨な体験からは離れられないわけなんです、うんうんうん、でもそうやって見ると僕ら今普通の日常を過ごしてるんですけど、うん、こうそれがいかに幸せなことかが実感できますよね。なるほど、うん、いつでも被災者だったり、うん、まあ、被爆者だったり被害者だったりになり得る、うん、だって考えたらこう平和な時代を、うん、
まあ、生きてこうやって対談できてることがとても稀有なことだなって感覚が、まあ、そうですね。これデジタルアーカイブのプロダクトとして、はい、自分も彼らの人生をなんかもう一回読み返したりとか生きることができますよね。なんかでも一方で、うん、写真も実はこれたくさん載ってはいるんです。はい、ここを近づいていくとですね、これ結構大変なことをしていて、うん、今これ写真が表示されたんですよ。アングルが合ってるの分かりますかね。はい、あ、なるほど、はい、うん、あの一枚一枚の写真がどこで撮られたのかを再現して載せてあるんです。うん、うわすごい、これは大変な作業ですね。そうなんです、こんな感じでね。なので、はい、例えばここで、Google ストリートビューを立ち上げると、あの今の広島の街と重ねてみることができるわけですよね。なるほど、うん、でこれね苦労してるんですけど、うん、写真はねあまり話題にならないんですよ。うん、うんうん、まあどちらかというとやっぱりその地元の若者たちがこう心を込めて収録した証言の方に焦点が当たって、うん、この一枚一枚の写真はそれほど注目されないんですね。うん、で、まあ、なぜなのかなってことをずっと考えてたんですけど、うん、おそらくはモノクロ写真だから、うんうんうん、さっきあのツバルの人たちは自分とすごく遠い存在に感じる、それはあの物理的に遠いからです。うん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 、で被爆者の方々の体験も遠く感じる、それはあの時空間上で隔たってるからで、うんうん、モノクロ写真は多分僕らが小さい頃から教科書等で歴史上のものとして見てきているので、うん、自然と普段見てるこういう色に溢れた世界とは別の世界っていうふうに捉えちゃっていて、うんうんうん、モノクロ写真を見た瞬間に遠く感じちゃうんじゃないかっていう、うん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 、まあ、気づいたことなんです。なるほど、うん、でちょうどその頃に自動的にモノクロ写真をカラー化する AI っていうのがネットで流れてきて試してみたんですね。これがあの一番最初にカラー化した写真で、うん、あの広島アーカイブの中に収められている左側の写真をこうカラー化したもの、はい、これ僕すごい驚愕して、うん、印象があまりにも違う、うんうん、左側はその例えば空が何色かとか、うん、この人たちが何喋ってるのかって想像が難しいんですね。うん、あまりにもこうモノクロで凍りついた印象があるので、うんうん、カラー化してみると、これあの当時の AI は性能良くないのでちょこちょこ色が変なんですけど、うん、やっぱりこう風が吹いていたかもしれないであったり、うん、この調査団の学者たちがどんな会話してるのかなっていうことを、うん、こう触発してくるところがありますよね。うん、でこれはもしかしたらこう例えばデジタルマップに載せるっていう手法の次にこう人々に過去に起きた出来事を伝える手段になり得るかもしれないと思って、うんうん、でカラー化写真とともに投稿すると、うん、皆さん口を開くんですよ。うんうんうん、カラー化によってあのモノクロだったら多分皆さん黙って見ていたものが、うん、急にこう何かを言い始めて、うん、そこで新たなこう、うん、対話の空間が生まれていくってことがだんだん分かってきた。で中にはこの中でこう色を指摘してくる人もいるんです。うんうん、でちょっと代表的な例をお見せするとこれですね。これが元のモノクロで、うん、AI がカラー化するとこうなるんです。うんうんうん、でこれあの AI は当然キノコ雲の本当の色などは学習していないので、うんうん、あの見た目普通の入道雲の色ですよ、ね、うんうん、でも僕ら多分キノコ雲ってこういう色だっていう印象があるのかもしれない、うん、でもオレンジ色だっていう、うん、そういう証言があるんです、うん、でこれはあの、まあ、そういうあの被爆者の方の証言だったり、うん、この世界の片隅にの、うん、片渕素直監督からツイッター上で、うん、オレンジのはずですっていうふうにコメントいただいて、うん、オレンジにしたもの、これが書籍に載ってます。さらに、うん、もっとこんな色だったっていうコメントを、うん、あの当の片渕監督からいただいたんですよ、はい、これですね。赤みがかった最初の雲を、うん、地上から立ち上がった白い雲が覆い隠しているところなんです、うん、二段構えなんですっていうご指摘なんです。さすがアニメの監督なのでこういう、まあうん、まあ、ステッチも添えて、うん、こういう色のはずですよっていうご指摘をくださったんですね、うん、
でそれをもとに再補正したものがこれで、つまり書籍に載ってるものは、うん、これは2020年の本なので、うん、その出版時点で分かってることなんです、うん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 、で実際はさらにこうデータだったり、さまざまな情報がこうツイッターに掲載すると寄せられてくる中で色の精度が上がっていくんですよね、うん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 、なるほど。すごい、なんかそのデジタル記憶をカラー化することによって、まあ、記憶が解凍されて対話の糸口になると。でそれとデジタル化によってビットの世界になった記憶がどんどんどんアップデートされていくってすごい面白いですね、うん、その記憶のアップデートってすごい面白いかもしれないですね。でこういうやり取りは全部ツイッターで公開しているので、はい、つまりそのやり取りを見ている人たちも、うん、この記憶が蘇って、うん、この出来事についてのこうやり取りに参加することになるんです、うんうんうん、そうするとひいては元々のこのモノクロ写真の、うん、社会的な寿命が伸びますよ、ね、うん、元々モノクロ写真としてストックされてたものが、うん、カラー化して人々が対話に参加するフローになることで、うん、未来に継承されていく、うんうん、そういうコンセプトです。なるほど、なるほど、記憶の継承という意味でのアーカイブなんですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、個人的にはもっと写真のデジタル化とかでカラー化について伺いたかったのですが、ご意見や今後やってほしい企画などがございましたらぜひ動画にコメントしてください。今後の運営の参考にさせていただきたいと思います。またいいねボタンやチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。次回も渡辺先生を迎えして記憶の継承とテクノロジーをテーマにお送りしますのでお見逃しなく。それではさようなら。